ラファエル・フォン・ケーベルラファエル・フォン・ケーベルは、ロシア出身の哲学者、音楽家。明治政府の、親とい外国人として、東京帝国大学で、哲学、西洋古典学を講じた。ロシア5名ラファエリ・グスタボビチ・フォン・キョーベル。数密古文館であった、ドイツ人の父、グスタフ・ケーベルとロシア人の母の元ニジニノブゴロドに、生まれる。ケーベル家は、ザクセンの一族で、 クソは皆作戦か、クールラントに生まれている。曽祖,祖父、カール・レービンダーは、レバル出身で、ニジニノブゴロドのドイツ神教教団の一員となり、当地にドイツ教会を建設した。ヒーババは、キールのゼールホルスト家の出身。母方の祖父は、スウェーデン系ロシア人である。6歳より、母方の祖母にピアノを学び1867年に、 モスクワ音楽院へ入学、リートルチャイコフスキーとニコライルビンシテインとカール・クリントボルトに支持し1872年に卒業した。しかし内さゆえに演奏家の道を断念し、音楽院ピアノ科同級の親友ミハイル・ダビドフと共に1873年からドイツのイエーナ大学で博物学を学んだ。エルンスト・ヘッケルの講義を熱心に聞いたが、後哲学に転じ。 ルドルフ・クリストフ・オイケン、カール・フォルトラーゲ、オット・オプ・フライデラー、フリッツ・シュルツェラに指示。クーノ・フィッシャーに学ぶために、ハイデルベルク大学に移り、1881年に、アルトゥル・ショーペンハウアーに関する論文により博士号を得た後、ベルリン大学、ハイデルベルク大学、ミュンヘン大学で、音楽史と音楽美学を講じた。 その後、友人のエドゥアルト・フォン・ハルトマンの勧めに従って、日本へ渡り、1893年6月11日に、神戸に到着した。同年から1914年まで21年間、東京帝国大学に在職し、イマヌエル・カントなどのドイツ哲学を中心に、哲学史、ギリシア哲学など西洋古典学も教えた。美学、美術史も、ケーベルが、 初めて講義を行った。学生たちからは、ケーベル先生と呼ばれ敬愛された。夏目漱石も講義を受けており、晩年に、随筆、ケーベル先生を表している。他に教え子は、安倍義成、岩波修雄安倍次郎、小山智恵久喜修造、和辻哲郎、深田康和、大西義則、畑野聖一、田中秀夫など、多数おり、大半が、思想。 ケーベル先生追悼後を第二期稿している。和辻は、後年、ケーベル先生を出版した。1898年5月、東京音楽学校に出向し、ピアノと音楽史を教えていた。1901年の日本女子大学校開校式のための日本女子大学校開校式祝歌は、ケーベル作曲という。1903年、 日本におけるオペラ初演の上演の際、指揮を担当したノエル・ペリと共に学生を指導し、ピアノ伴奏を行った。この際に役史を担当したのが、教え子の一人である、石倉小三郎その他のチーム、背景その他のデザインを担当したのが、東京美術学校教授の和田栄作であり、上演資金を、農学者、実業家の渡辺作が提供、弟で、 音楽学校学生の渡辺康三、柴田玉木、鈴木信、富山国彦、陶儀哲三郎、山本正夫などが出演した。同時に、滝連太郎のピアノ演奏に深い影響を与え、滝のドイツ留学時には自ら、ライプツヒ音楽院宛ての推薦状を書いている。また、高田延ノベの才能を評価し、欧米留学を進めた。なお、夏目漱石と、高田延ノベが、 ケーベルテを訪問した時の昼食レシピから、現在も続く松江亭に洋風かき揚げが生まれたというエピソードがある。コ田ダノと、タキレンタロウの他、ピアノの教え子に立花糸へ、カンベアや、元織長代などがいる。室内楽奏者としては、当初、ルドルフ・ディットリヒのバイオリンとの合奏が、最高水準と言われたが、ディットリヒの帰国後、1899年に、 横浜でアウグスト・ユンケルのバイオリンを聴いて彼を東京音楽学校に推挙する。ユンケルはベルリンフィルやシカゴ交響楽団の養殖を歴任するも風来坊的な性格から長続きせず日本で役不足の仕事をしていたがケーベルに認められて日本楽団を指導し太平洋戦争中に生涯を終えるまで日本に永住した。 ケーベルとユンケルの合奏も当時の日本で最先端の音楽であった。1904年の日露戦争海戦の折にはロシアへの帰国を拒否したが、1914年になって退職しミュンヘンに戻る計画を立てていた。しかし1914年8月12日に横浜から船に乗り込む直前に第一次世界大戦が勃発し帰国の機会を逸した。 その後は1923年に死去するまで、友人のロシア総領事、アルトゥール・ビーリムの横浜の官邸の一室に暮らした。墓地は、増誌ヶ谷霊園にあるが、ロシア政教からカトリックに改修して、生涯を終えた。進学及び、中古哲学研究の必要など、哲学、美学、音楽分野など、専門的なものもあるが、随筆集が最も知られている。 晩年、市長などの雑誌に発表し、クライネスリフテンとして、大正末期に、深田康和と、自家弟子、久保勤により、日本語訳され、ケーベル博士商品集、ケーベル博士族商品集、ケーベル博士族々商,商品集が刊行された。晩年の有島武雄が書評を書いている。1918年に、岩波で出された原文の抜粋、クライネスリフテン。 フィロゾフェシャ・ファンタージェン、エリン・ネルンゲン、ケッチリン、パラドキシオンは、旧正高校、大学でのドイツ語教科書としても多く使われた。クボツ・トム・編ンワの、ケーベル博士随筆集は、ケーベル博士商品集からの再録を軸に、スピーチや書簡など、若干の新しい内容を加えたものである。文庫相関間もない1928年に出され、今日まで重版され続けている。 久保は後年、改装機、ケーベル先生と共に、を観光した。ありがとうございます。